OSU の松本莉子です。本日は王商店街にある甘味処鎌倉さんにやってきました。さあ、ここはね、わらび餅が有名ということで早速食べていきたいと思います。それではステップゴー。ここは大須商店街の端っこにある甘味処鎌倉さんです。ここでは美味しいわらび餅やわらび餅ドリンクなどが楽しめます。それでは早速店内入っていきたいと思います。こちらが甘味処鎌倉さんのメニュー表となります。店内で楽しめるわらび餅やお土産用のわらび餅、そしてわらび餅ドリンクがありました。私は何を選んだでしょう。そして期間限定の桜ラテもありました。今日カメラマンを担当してくれてる萌ちゃんです。めっちゃ濃くない？え、濃い。かき混ぜてお飲みくださいということですね。じゃーん。それではかき混ぜていきたいと思います。どうぞ。わらび。いいね。甘くて美味しいです。ここに鎌倉時代から続く高貴なお菓子って書いてある。本当だ。だから鎌倉なのかな。鎌倉時代からわらび餅あったってことですかね。そういうことですかね。後日調べてみたところ、わらび餅は鎌倉時代からあったそうです。一つ知識が増えました。美味しい美味しい。他のところにあって店舗がそこでも人気で、今回は大須にこの店が新しくできたみたいな。まだオープンしたてっぽいので、お店も綺麗だね。めっちゃ綺麗でしたね。テイクアウトだけじゃなくて店内でもわらび餅食べれたりしてすごいので、うん、店内行きたいね。行きたいね。皆さんもぜひ大須商店街に来た際は甘味処鎌倉へお越しください。皆さんもぜひ大須商店街に遊びに来てくださいね。